皆さん、こんにちは。声優の梶裕貴です。今日もカジダム始めてまいりましょう。さて、今日はですね、前回、フラーリーというゲーム、プレイさせていただきましたが、風の旅人というゲーム、こちらをプレイしていきたいと思います。その風の旅人なんですけども、フラーリーと同じゲーム制作会社、ザッツゲームカンパニーさんの作品です。フラーリーの世界観が大好きで、あの雰囲気をまた味わいたいなと思っていたんですけれども、今回もですね、SIE さんに許可をいただきまして、プレイさせていただくことができました。風の旅人、タイトルから何が想像できますかね。今こうプレイを始める直前の画面ですけども、砂漠ですかね。そこに何か3本立っていて、新しい旅路へという文字がございますけれども、この公式サイトには、心のコンパスを頼りに果てしなく続く砂漠を旅しよう、そういうワードが書いてありますね。言葉や文字を使わず、心のコンパスを頼りに広大な世界を旅する。あなたは未知の世界で目覚め、砂に沈む古代の文明を見つけます。どこまでも広がる砂漠の中を歩き、滑り、飛んで進んでいきます。時折、あなたと同じ姿のキャラクターと出会うことがあるでしょう。共に行くか、別れるか、全てはあなたの旅の行方次第。なるほど。こちらのゲーム、だからオンライン上でどなたかとね、つながる可能性もあるということなんでしょうね。やはり砂漠ということで、ちょっとどういうゲームなのか、本当に僕、初タッチなので、一緒にワクワクしながらご覧いただければなと思います。それでは、始めてまいりましょう。新しい旅路へ。この後きっと音楽大きくなると思うので、もし音量大きく小さくとありましたら教えてください。やはりこのゲームもグラフィック、そして音楽ともに素敵な予感がしますね。広大な砂漠。一粒一粒がキラキラ輝いてますね。おお、誰もいない。大自然。これは何なんでしょうね。なんかパッと見の印象、墓標に見えてしまいますけど、これは生き物じゃないですよね、きっと。何かが飛んできました。お、これは生きてるな、多分。というか、もしかして私か。これもフラーリーと同じく、このスティックだけじゃなくて、コントローラーのこの傾きで、今こう右に傾けると、右向きに回転。おお、立った。意外とスラリとしたシルエット。そして左スティックを動かすと、おお、歩く。砂の音が聞こえますね。これ大きく倒すと、お、走りました。顔みたいな。こういう感じ。あ、コントローラーの傾けでも、右スティックでも、こう見渡せる感じですね。美脚ですね、旅人くん。わあ、これ写真撮ったらすごい映えそうですね、この感じ。いいじゃないですか。さあ、この人を操作して、わあ、この砂の感じ気持ちいいですね。海とか行ったら砂浜でやるやつですね。このあえて土の中に足を潜らせて、
埋めつつ走るみたいな、あれですね。ジャンプとかもあんのかな？あ、今は特に、なんだ。丸ボタンを押すと、なんか音階が変わりますね。何かに対する合図なのかな？まあ、とりあえず、あの上にある3つを目指しますか。あの柱。すごい飛べそうなのにな。まだ飛ぶ力を持っていないのかな。あ、やっぱ傾斜がきつくなると進みも遅いですね。杖とか欲しくなっちゃうぐらいの。わあ、足が重そう、この砂の重みで。さあ、これは何なんだ？遠く向こうに山。タイトル、風の旅人。いい雰囲気ですね。曲も素敵。さらに向こう側に、さらに向こうへ。おお、滑ってる滑ってる滑ってるよ。いっぱい生えてるよ。何かが。そしてまたもや遠くに何か光っている。右上にね。あれ？あれ、太陽、山の向こうに太陽なのかと思ったら、こっちに太陽があるな。さっき言ったところ。え？太陽とは別にまた光ってるものがあって、その左に何か集落みたいな。そして何かが風に舞ってますね。この柱にも文字みたいなのが書いてあるか？さっき、なんか、鳴き声のマークと似た雰囲気もあんのかな。まだね、全然わからないですね。アイテムとかがあるのかとかも。お、飛んだ。勝手に、あ、飛ぶな、浮くな。ここも行けんのか。おお、なんだ、なんか4枚の布切れが、何かが宿っている。さっきのマークに似てますね、やっぱ光の文字が。おうおうおお、ホールド。おお、飛びました。×を押すと浮きますね。押しっぱなし、あれ、押しっぱなしでも変わんない。これもしやすごい飛べるのか。おお、あ、長時間じゃないんだ。あ、ダメだ。さっきのところから離れたらダメですね。あの力を借りて飛んでいたってことか。頑張れ。よいしょ。え、ここで飛べたところでどうしたらいいの？なんだなんだ。これはここでしか使えないってことなのかな。あ、R1 でも飛ぶ。ホールドしたいな。ホールドが何なのかはちょっとまだわからないんですけど。一回×を押すと今みたく飛ぶんですよね。この次はじゃあどこに行ったらいいんだろう。まあ、みんなまずこれが見えたらね、ここ来ると思いますけど。丸を押したらなんか。もう飛び時間終わっちゃいましたね。これをやったからといって来るわけでもなく。あ、こっちにもでも、あるな。とりあえずじゃあ、あっちにもある。これをたどっていくしかないな。不安。あ、
神殿みたいのが向こうに見えるな。あ、こんなにあったんですね。ああ、なんとなく思ったよりも入り組んでいる遺跡のようなものが見えてきましたね。あっちにもあるけど、ここが気になるな。ずさー、おー、気持ちいい。口ん中、ジャリジャリかな。口あんのかな。見えはしないですね。目だって痛いでしょうけど。さて。うわー。こう見るとなんか意外と文明は発達してそうな世界観ですかね。これは中にこの布、札みたいなのが閉じ込められてますね。上にある引っかかってる文字、マーク。これは壊れると、あ、ダメか。あ、でも中のやつが光ってる。共鳴はしてるようですが、取り出せはしませんでしたね。あと行けるとこある？この上なんかあんのかな？おお、待ってますね。これ降りてきたはいいも、あ、飛べるな。降りてきたはいいものの、これはじゃあ使わなければこの能力が宿ったまま持ち越せるってことか。光ポイントがあるな。でもこれ1回の飛びだとたどり着けないかな。よいしょ。頑張れ、俺、旅人くん。わあ、ここはいけるよな。1回しか飛べないとしたら結構温存していかないとですよね。あ、でもこれぐるっと回って、ああ、あったあった。よしよし。これだ。何かの力が覚醒したのかな。なんだ？なんか、おお、ちょっと見た目というか光ったけど、罰をして力を失うのが怖いです、僕は。なので、ちょっとキープしつつ、お！丸。おお！なんか合ってるっぽいぞ。開いた。おお、こんだけあればどんだけ飛べる。すーごーい。おお、全部力ちょうだい。また丸を押して。おお、これはもう、終わり？この力を使ってじゃああそこまで行けばいいのかな。もう一回頼む。せい。うおー、おー、気持ちいい。合ってますね。はい、到着。これは何だ？特に何も反応しない。でも、この棒が光ってるの。おおおおおお、来た来た。おお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 
照明が、お、お米みたいな可愛い目をしてますね。あなた誰ですか。ちょっとデカめの自分みたいでしたね。この山はさっきの山か。おうおお。この文字っぽいのにもいろんな形がありますね。これは草な、草を表してるんですかね。お、そこに、なんだこれ。今のやつ？光ってる。おうおうおう。なんだ？これが今後の何かを指し示しているんでしょうね。開くか？開いた。これはもう行けってことですよね。まだでも触ってないものもあったんで、それ
いいのかな。いっか。なんかダメならまた戻ってこれるのかな。でも一個光ってないな。これ意味あるのかな。さっき札が囚われてるっぽい、ほらあそこにあるんですよ。せっかくだから行っとくか。おーい、あー間に合え、あーうわー危ない。おっしゃ、君たちも力を貸してくれたまえ。あれちょっとなんで、おい、あー届かない。キラキラをやったものの、来た来た、お呼べるんだ。これキラキラもいいんですよね。あそこさっきのところに行くにはやっぱりこの階段を登らないとダメなのかな。合ってるのかわからないのがすごく難しいですが、その自由度も含めてきっとこのシリーズの良さなんでしょうね。うん、やっぱ取ったやつがキラキラしてますね。またさっきのところまで登って、そこからジャンプして開いた先に向かいますか。じゃあふっせーりゃー、気持ちいい。もっとずっと飛べるもんなのかと思ったら、あの能力を使わないと飛べないんですね。うわー綺麗。あ、なんか似たシルエットの、あ、行っちゃった。遺跡感すごいですね。宮殿、神殿。流砂、砂の滝のようですね。これはあの門の向こう側でしょうか。ということはあそこから私が出てくると。おお、来ました。道がないよ。またあ、光ってる。とりあえずあれを目指しますかね。じゃあはい。うわー気持ちいい。この同じことをフラーリーの世界でもやってみたいですね。気持ちよさそう。さあ一文字見つけました。これ文字を集める旅なのか、進化しないかな。あ、向こうになんか光ってる。あ、違う、あれ誰か別の人か。ここからおお、早い早い。この布は関係ないのかな。うかつに罰をしたくないよ。使っちゃったらやだよ。おーら、あれ、おー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 おお、誰だ、解放された。またもや、あれ、私よりもっと光ってる人がいるぞ。なんだ、ポッポポッポ言ってる。このキャラクターは NPC なのか、それともどなたかなのか。なんか僕を誘ってくれるかのような。あー、向こうに文字が見えますね。光ってる。おー、めちゃくちゃ案内してくれてる気がするな。このこの番組見てる人だったら面白いの。絶対たどり着けないなこれ。あ、またあったね。多分違うよそれって言ってくれてんなこれ。どういうことなんだろう。
なんか確実に案内してくれてるな。この方はじゃやり方が分かってんのかな。なんか泣いて見てろと言わんばかりに飛んで、で空中で相手のファンを受けると、あ、さらに飛べんのか、もしかして。おお、わかんないけど、とりあえず来れた。合ってんのかな。おお、これ一人だったらどうするんだろう。あ、でも能力がなくなってしまった。文字が消えてしまった。あの人大丈夫かな。どこ行っちゃった。あ、いたいた。これ降りた方がいいのかな。あ、座った。これでも、能力を使い切ってしまったらダメだよな。もう一個ぐらい多分登らないとダメなんだもんな。あれ、いなくなっちゃった。もうしびれを切らしてしまったか。優しい人だったのに、すいません。もう僕には飛ぶ力がないんです。あそこの光ってるも、あ、あっちにもあるな。届かなそうだな。けど、ダメだな。間に合わないわ。ちょっとまた戻って。でもあの光ってるの届かないんですよね。反対側にもなんかさっき見えましたよね。てか、あの赤い絨毯みたいのはずっと出てはくれないのかな。これは関係ないのか。お、でも。あ、なるな。これ、こういうことか。おうおう、ここに待ってるな。これを全部起動していくのか。おうおう、ここでは使えるようになったな。ちょっと他のじゃあ布も見ていきますか。さっきの人親切だったのにな。申し訳ないな。もう出会えないのかな。ここにありますね。向こうに文字が見えるけど、まあ今飛ぶ力は1回は多分あるんでしょうけど。これで解放。あ、連続解放できそうな。はい。こうして。おお、おお、ただこれ以上ない。おお、なんだ？おお、すごい出てきた。のチャンネルをご覧。ああ、出た出た。道ができましたね。やっぱやるべきことがあったんだ。ね、ご覧いただいている方の中で、今からピアノのレッスンという方、頑張ってください。僕は旅を続けます。また、いつか会おうな。そしてね、今、できましたけど、ああ、さっきこれが繋がってればな。他にもあるかな？あの光ってる文字は取っといた方がいいのかな？でも歩みが遅いからな。
今日全然進まない説あるんじゃないか。あれ、しかも見失っちゃったし、あれは上からしか行けないのかな。まあとりあえずじゃあ、あ、ここにもあるか。どんどん解放しましょう。せい、これもせい、あ、これはなってる。ああ、来た来た。おー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 、おいでおいでやす。うい、あっているのだろうか。解放してないものだらけですよね。ちょっとね、もう皆さん、これは世界観を感じてください。進まないじゃないか火事って言わないようにお願いしますよ。あ、いろんなルートある。皆さん、これ他のプレイヤーの方、入り口がみんな違うのかな。あ、文字発見。この距離だったらいけるかな。飛んで、うーらー、お、いったんじゃないか。やったー、一個文字ゲットしました。さっきね、会った人はこのマントにもっと文字がびっしり書いてあった気がするから、結構先輩なのかな、もしかしたら。とりあえずこれを解放して、あ、なんかこの遺跡みたいな顔っぽいな。さっきのもなんか背骨みたいでしたもんね。よし、でふわーっと出てくるでしょ。はいはい、おお、これ繋がるか、もしかして。おお、いったいった、壮大な世界観。おお、ここを繋いでくれる、ありがとうございます。おお、あ、自分できっとこうやって一人プレイだと道を作ってもいいし、二人プレイだったらもっとちゃんとやってれば、なんか二人のその風の力みたいなの使えば、そのままふわふわふわっていけた可能性もあるってことなのかな。まあ、向こうにもね、ちょっとまだ見えますけど、多分これ無限、まあ、無限っていうのはちょっと例えですけど、かなりこのルートが広がっているってことなんじゃないのかなと思うと、先に進んでおきますかね。よいしょ。ああ、やっぱちょっと疲れちゃった。やっぱ取っとかないとな。ああ、おお、回復した。やった、この上だったら僕は自由だ。ふう、これに、おお、宿った宿った、いいね。君にも力を与えよう。気持ちいい、気持ちいい。あそこに文字があるな。でも降りるの大変だな。文字の意味合いもまだ分かんないしな。さあ、一応最上階的なところにはたどり着きましたね。あ、またもや文字が一個ないってなると、やっぱあれか。行っていいですか皆さん、ちょっと。うー、これを取ってあそこが埋まったら、集めた文字が、あ、そのあそこの、おそらくこのゲーム、このステージクリア的なところに反映されるっていうことかな。せっかくだからこれも解放していくか。なんかいいことあるかもしれないし。出てきた。あ、回復できた、ジャンプ力。これでじゃあ一通り
まあ、もう一個でも帯があるか。どんどん言い方変わってますね。布とか札とか帯とか。れが最後かな、じゃあ。これを使っても、ここで回復できるもんな。ってことは、次のところに行くまでは、使えるな。ああ、この光ってる文字がある分だけ飛べるっていうことね。やっとちょっと分かってきましたね。難しいな。本当に初見プレイなのでね。おー、出た出た。よし。じゃあ、ちょっとだけ回復させてもらって。あそこの光ってるのは何だ？さっき取ったやつか。よしよしよし。じゃあ、これで、あとは、上の文字が埋まってるかどうかを。ね。今いらっしゃった方、もうこんばんはの時間ですかね。そして、この実況で眠くなるっていう方、ね、寝てください。いいんです。特に、大それたことはしません。ただ、ゲームをね、こう、共有しつつプレイしてるだけですから。また、普段寝れない方が、こういう時に寝れちゃったら、それそれじゃないですか。寝ちゃダメな方は、やめてくださいね。これで、最上階まで行き、わあ、綺麗なグラフィック。ああ、やっぱ光ってる。埋まりましたね。やっぱり文字を取ると、じゃ各ステージに、さっきもでしたけど、文字は3つあるってことなのかな？で、これをじゃあ、光った光った。近くに行けば光るな。あっちも、光ってる。うん？光ってるな。光らせると、発動？おー、来た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 。私が主役だ。さあ、これで、1面か2面かどっちかもわからないですけど、クリア。あ、さっきの。うわ。なんか、ああ、って言いそうですね。白いですね。ロイシーの。この壁画みたいなやつ、ステージクリアすると解放されていくんですね。あ、で、今これ通ってきた塔みたいなやつか。これをじゃあ最後までこの絵をつないでいくっていうことなのかな。なんだあれ。何か通ってるぞ。電車みたい。え？もうこの世界観に電車？おお、光った。少しずつね、攻略していく、なんかヒントみたいなのは分かってきましたけど、ストーリーに関してはまだ分からないですね。おお、この巨大な砂の滝が割れて、ここにも道が現れました。そしてさらに向こうに階段が。じゃ次が、まあ、カウントでいくと第3ステージになるんでしょうかね。何が待っているんだ。なんか砂の色変わった？ピンクっぽい感じに見えますね。あ、しかもぼやけてるから、これは、夢か。なんだ、夢か。夢じゃないな。夢だけど、夢じゃなかったな。あー、上になんか、流星の逆版みたいな。飛んでって、おー、気持ちいい。すごい飛んでっちゃうな。あれも誰かなのか？おー、あー、あったあった。僕の大好きな一旦もめ。君がいなければ僕は飛ぶことができないんだ。じゃあ、解放！お？本格的に一旦もめんやんけ。おうおうおう。かわいいな、なんか。なんか、
アラジンの魔法の絨毯みたいな。待って待って、ちょっとせっかくだから乗せてくれよ。おーおお、なんだかわいいな。ね、別に顔とかなくてもこう動きで生き物感というか、なんだろう、ユーモア、愛情みたいなものが表現できるってことですね。これ落ちてたらただの布ですもんね。あ、これは誰かプレイヤーさん、それとも誰か休んでんのかな、これ。ん、いいのか、どんどん。おお、あの方今コントローラー置きっぱなしの状態なのかな。まあこの魔法の絨毯についていけばきっといいんですが、あったぞ。これはじゃあもう使っちゃおうか。たまにはね、気持ちよく飛びたいもんですよ。ふうーすた。じゃあ解放しますか。はいはいはい。あ、もっとか。いいよ。おー、生きた。おー、一旦もめんのご家族。って言ってますね。おー、乗った乗った乗った。おー、これは無限に乗れる？操りたい。操れない。勝手にすんだ。あー、落ちちゃった。待って、もう一回乗せて。お願い、頼む、乗せてくれ。今乗せてよ。どうやって乗んの？あ、の、君、君、え、わ、え、乗せてくんないの？ダメなのね。お、たまたま乗りたい。ここは？あ、ここにも触っとけポイントか。あ、やっぱそうだ。これ力を宿すと発動するんですね。壁画的なものが浮かび上がりましたね。もう一回乗せてよ。そんな飛べない僕を嘲笑うかのような。あれ、もう進行方向も分かんなくなっちゃった。ん？なんだあれ、こっち行ってるな。ただの石かい。何にもない砂漠ですね、本当に。おお、乗せて。そんな、すごい煽ってくるじゃん。待って待って待って、山ちょっと近づいたかな。乗せてよ。お、なんか光が、おおお、飛ぼ。おお、これはあの文字欲しかった。飛ぶんじゃなかったけど、ここできっと回復できる。ほれ、うわ、よいしょ、取ったよね、取ったよね、取ったよね。よし、彼らをじゃ全員、はあ、せえ。特に何も起きませんでしたが、こっちでいいんでしょうかね。飛ぶ力があるのに2本の足で一生懸命登る。岡本君と登った富士山を思い出すしますね。この本当にこういう感じだったな。あ、この風が強くなってきた。おお、砂が隆起している、波打っている。あ、また道が。あっちに進むのか、あっちから来る人がいるだけなのか。でも、モメンちゃんが、あー、風が強い。モメンちゃんがあっちに行ってるな。うわー、飛ばされる。これは思うように進めないですね。最初からあんまり下に行きたくないなー。いや、あ、ダメだ、でも、おー、吹っ飛ばされた。風強っ。全身タイツ先生がすごいこらえてるんだけどね。全身タイツマント先生が
木綿が。ああ、そっちじゃないよって言ってるんだな。じゃあ分かりましたよ。じゃあ乗せてよ。曲がちょっと怖くなりました。なんか、これは、ああ、中に木綿のご家族ありですね。どっかで解放ポイントがあるのかな。ここも繋がんのかな。うん、今助けてやるよ。おお、飛ばしてくれた。じゃあ乗せてって。だからちょっとずつの、それ。ああ、もめもめ、ほら、よし。おお、えらいえらい。おお、みんな出た。出る。おお、おい、はいはい、みんなおいで。おお、乗った。乗せてくれた、久しぶりに。あ、ありがとう。ずっと乗せてくれていいんだよ。君たちもダメか、この檻に入ってると。おお、怖い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 。何、エレベーターか。これをじゃあ回っていくのかな。うー、なんだな、危ないよ。え、見つかるとどうみたいなのあんのかな。それこそ昨日テラシーとね、見つかったらアウト的なゲームやってたんで、今反射的にやばい、見られたって思っちゃったんですけど、これは大丈夫そうですね。うわー、ここ木綿の集落相当閉じ込められてますね。あ、これはきっとちょっとだけ乗せてくれるくんじゃないですか。ずっと乗せてくれていいんだぜ。おうおお、これ裏側に文字とか隠れてないよな。そういうのばっかり気になっちゃうんだよ。ほらね、僕のこの、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、カジダムでもう何度もこの披露してきました、裏側に何かあるんじゃないかプレイ、役に立ちましたね。さすがにじゃあこっち側はないよな。一気アップするキノコとかもないよな。うん、行ってよかったけど、ここでの文字って4つもあったんだ。まあそうだよね。あ、なんか光ってる。遠いけど、もう進んでこう。遠すぎるから。これきっと何回もプレイして初めて分かることとか、やろうとすることもありそうですよね。ここを1個クリアすると、彼のドラマが解放されていくんですね。全身タイツお米くんが。全身タイツお米くんが、ああ、ああ、これ通ってるのは木綿なのか。あれは木綿たちが解放されて進んでんのかな。お、次なんかすごい大掛かりな、おお、この遺跡みたいのが本来の姿を取り戻していってるのか。だいぶ高いですね。最終的にあの山に行くと、あ、がいるのかな、白全身タイツお米くんが。僕は黒いお米ですからね。おうおう、白米くんが。おお、木綿ファミリー、あの先割れ山。私はどこ、あ、いたいた、乗ってくって言ってますもんね。背中に乗るばいって。よし、乗せてくれ。お、なんだこの、あ、やばい、物語についてってないぞ俺。落ちちゃったよ。何、曲初めてじゃん、こんな上がる。え、いいの、あ、今ね、進んでるっぽいよな。今かっこよく決めるところでもう僕フレームアウトしてましたけど、いいのかな。あ、下に行くんでいいんだ。乗ってる乗ってる。うー、光り輝いてる。おー、これはずっとスイスイモード、途中でやめるのなしにしてね。あー、気持ちいい。ここにもじゃあどっかに文字があるのか。ゲーム性が変わったぞ。おー、痛い痛い。これは全文字集めるの結構大変そうですね。どこにあるんだ、もう、あった、正解のルート。
からの、これなんかうかつにジャンプも使いたくないんですよね。でも今のところにあったかもしれないな。気持ちいいね、この木綿モード。うわ、1個しか文字なかった。待って、合ってんの？曲もいいし、この砂に当たったらやばいのかな。おう、あ、文字、文字、あ、文字、あ、文字、頑張れ、うわら、よっしゃ、いったんじゃね。いやばす、おあやぶでい、やりましたよ。これ僕木綿伸びてません？ジャンプ力上がってるんだ多分。この下にはないよな。あー、ここもじゃあ解放してってあげた方がいいのかな。もう木綿を見ると解放したくなる癖がつき始めてますね。あー、滑る。乗ってよ、乗ってよ。なんで乗ら、あ、乗った乗った。よしよし、うわー、あら、よしよしよし。あ、木綿自体が出てきたな。切れ端じゃなくて。お、乗せてくれる。あ、乗せてくれない。曲いいね。あそこも光ってます？あれ気のせいか？登るの大変だな。気のせいか。ただ岩と岩の間か。ここにあってもゲーム性ないもんね。じゃあ滑り落ちます。君に決めた。よいしょ、スイッ。あー、うわー、砂の粒きれい。せいや、木綿解放。左にもなんかありそうだね。まずこの一番底の木綿を全部解放してあげよう。こういう舞台を見つけるととりあえず乗りたくなってしまうな。この下には木綿はいないのか。いっぱい木綿たちが泣いてるな。家族を解き放ってくれよって言ってるの。ほら、お行きなさい。分かってる。あと一匹埋まってるんだよな。せい、はい、はーい。よし。おおお、意味があったようだ。あ、さっきの舞台、ここでも動かせる。よいしょ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 。おー、意味があったというか、これをやらなきゃ進めなかった説。あれ、私会いました。どうも、全身タイツお米くんです。これは乗れ、乗ってくれ。ジャンプしたくないんだ。よしよしよし。あ、乗る意味なかった。待って、そっち行けって言ってるけど、あっちにもなんかあるでしょう。すいませんね、見てる方、早く進めよって思うかもしれないですけど、こっちね、気になるじゃないですか。でもあっちが正門なんですかね。みんな、僕を乗せてくれ。はい、これでちょいふわからのさらにふわ。あー、来た来た。おー、壁画。ただ文字が最初のあの文字ぐらいしか見当たらないんだよな。もういいのかな。あそこにもなんかあるね。行くの大変そうだな。でもこれは無理だな。そうそうそう。ああ、うん、もうジャンプ力がないからな。何もないか。近くにいないときに呼んでも来てくんないんだよな。僕の声は届かないんだ。
よし、ここで、じゃあ皆さん、お力お借りしますね。わあ、綺麗。写真撮りたい。せーい。ありがとう。おっ。はいはい。これ、布が長くなるのは嬉しいですな。文字どっかにありそうだな。力をくれ。くれない。くれないぞ。文字もない。力もくれない。パワー。ここ飛んだら気持ちよかったろうに。なんで先に気持ちよさを優先して飛んでしまったんだ。おうおうおう。せい。みんな力をくれよ。お、くれた。よっしゃ、もう飛べるぞ。どこで飛ぶか。もっと飛んでいいんだろうな。おうおう、まだ復活しなかった。完全回復したい。くれよ。くれない。なんだなんだ。ちょっと砂の濃度が高くなってきたぞ。うおー。ううなんだなんだ。今度横スクロールに。綺麗ですね。急に文字が出てくるんじゃないのこれ。文字が来てもいいように手前を。これ以上でも視点を切り替えられないな。これぶつかってもダメージとかはね、 HP っていう概念がなさそうですからね。すごい飛び魚になったかのような。うおー、気持ちいい。綺麗。あ、止まった。モメンたちが、あ、今度はご覧くださってる中にテニスに行ってくるっていう方がね、夜テニスね、気をつけてくださいね。よし、行こう。これでもこっちじゃないか。うわー、ダメ、乗れないのかい。無駄ジャンプその2。あー、光の力をくれ。もう俺は飛べないお米だ。みんな気持ちよさそう。どうな、俺も木綿にしてくれよ。おお、こことか飛びたかったけど、でも特に何もないか。うー、飛ばれるの？どっちなの？飛んでる私。ん、落ちてるな。飛んでないわ。あー、レッド。ふう。どこ？ここ。あ、クリアなんだな。文字、やっぱ1個取ってないんだな。まあいっか。だいぶ紐伸びましたね。飛び時間増えると楽しいな。すっ、瞑想の時間です。お、次の物語。白米さん、どうも、赤飯です。あなたみたいに白くなるにはどうしたら。お、白米パワーがね。お、このジャミジャミを消していくぞ。なんだ、点滅。おお、なんだこの目みたいに見えるけどな。ほら、なんかレーザー出してます。だいぶ文明が違う感じの世界観ですね。なんだこの要塞都市みたいな。急にそんなレーザービームとか。あ、でもさ、途中いましたもんね、そういえば。あ、この三角形の岩が白米先輩みたいな。ああ、消えちゃった。暗ー。だいぶ登ってたところから相当落下しましたからね。今度これは月光ですか。次でごめん。なんだ
このまた月の光綺麗ですね。お、白い、綺麗。もっと上見たい。おー、おー、全身タイツ。うわ、宇宙みたい。目も光っております。うわー、何ここ、どこ、かっこいい。私だ。あれ、さっきこんなだっけ。でもとりあえずこの光をじゃあ辿っていきますかね。このこれに当たっても平気なのかな。あー、すごい。あー、もう揚げ物を食べるのを我慢します。じっとしようと出ちゃうんだ。おお、なんだこれ、ただの岩じゃないような。あー、上に登りたいが私にジャンプする力がない。お、木綿、木綿ちゃん。おー、呼んでる呼んでる。はいはいはい、行きますよ。おー、私に力を与えてくれるというのね。ん、間違えたかな。あ、奥あった。まずここに乗ろうと。ちょ、待ってくれよ。おい、おいおいおい、はいはい、ちょっとくれくれ。よーし、ありがとう。乗っても意味はなしと。まあでもこれでやっと回復ですね。おー、魚みたいですね。なんか深海にいるかのような。うーん、導いてくれてますね。おお、群れですね、木綿の。どっかに G あるのかな。あれを字と呼んでいいのかもわからないけど。もう世界観が素敵すぎてゲーム進めなくても、じっとして音楽聴いててこのグラフィック見てるだけでも十分楽しめそうですけど。うわー、昆布みたいじゃん。これは、あ、ここにもあるね。こっから行けるかな。あ、行った。行ってない、行ってないのか。おーい、おー、ありがとう。あれ、あ、これは特にどうもこうもないのか。あ、でここでさらに、まあ一回行けるか。伸びたもんね。出し取れるぞー。うー、ふわー。あ、文字発見。よいしょ。あー、でも飛べる。あ、逆に入れないぞ。よし、いった。あ、え、そっちからじゃないといけないの。あ、勝手に浮いちゃうんだよな。あ、てか違う、横から、ん、どっから入るんだ。こっちか。あれ、え、ん、入り口はどこだ。あっちか。うー、あー、よかった。ダッシュパラダイス。さあ次の文字はどこだ。これはこっから入れそうですね。あー、だめだ、ふわりしちゃった。そっ、あー、でも何もないね。何もなさそうですかね。光が綺麗。文字なー、隠されてて。パサパサパサ。全部見つけたいなー。あ、でも飛びの力が回復。
イエイ。もう見当たらないかな。ないね。じゃあ行きますか。ロングコンブ。行くっつってもあっちか。ああ、もう面がいた。おお。深っ。完全に昆布じゃん、もう。これでも下にあったりするのかな。落ち。深っ。あ、クラゲみたい。触りたい。おお。おお。これでも。おお、どんどん、あれ。ああ。これであった、あ、文字やった、登った甲斐がありました。ってことはどっかにもう一個あったのかな。まあまあこだわらずにね、行った方がいいでしょう。おお、あ、奥にあれは機械みたいなやつかな。今度は視聴者の方がですね、ピアノ、テニスに続きご飯、それは報告しなくていいですよ、できればタイミングずらして見ていただきたいもんですけども、ね、さっき犬の散歩っていう方もいましたけども、まあまあそれぞれね、ご家庭のルールとか生活リズムありますから仕方ないですよ。もう見なきゃ、ああ見れなかったみたいなことはしてないんでご安心ください。読んでる、木綿が。うわあ、誰、何、怖い怖い、そういうゲームこれ。うー、待って待って待って、生きとるじゃん。なん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 、どどどどど、うん、文字あるかな。どこ行った、おらんくなったやん。これはなんかあんのかな、骨っぽいもんなこれ。あ、すいません、ちょっとね、音量を大きくしてた人ごめんなさい。この僕の声の配信ボリュームが小さいもんで、でもちょっとこれでマックスなんです、ごめんなさい。なるべくマイク外すようにしますね。新人の時にやってしまいがちな、急に大きい声出しちゃうとダメですから、すいません。あ、モメンファミリー、うー、巡回してる。ワールドトリガー編もあるな、なんか。これ見つかったらやばいとか。あ、ごめんなさい、もう声、ごめんなさい、もう無理です。あー、モメンたち、プランクトンチックな、衝撃的な光景を見せられて、じゃこれしばらく木綿パワーも回復できない、出汁も取れないってことです。お、やばいやばい、見つかった、やばい、なんか分かんないけどやばいんだろうな。逃げろ、ジャンプして、ここにいれば平気かな。うわー、そんな肉食われたー。急、あー、せっかく集めた木綿食いちぎられたよ。
襲われるとかあんの？でも普通さ、光ってるなと思ったらそこ行くよね、まずね。それをまず一回学ばせるんだろうな。しかも柱の裏に隠れたから平気だろうと思ったら柱ごと行ったからな。それはこっちにはどうしようもできませんわ。あ、やばい。巡回してるね。昨日テラシーとやったやつともう似てきたよ、空気感。めっちゃ巡回したな。これはどう、ぶつかってもダメなの？怖い怖い怖い、待って待って待って。これでも急にはグニャンとはならないってことか。危ねえ。どういう動きしてる？今じゃないか？あ、なになに？俺じゃないよね？え、急に何？え、怖い怖い。さっきまでの穏やかなやつどうしたよ？やっぱ太陽の光って、あ、いる、偉大なんだな。怖い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 、隠れるところがない。そんないんの？急にどうしたの？のんびりできるかと思ったのに、ちょっとフラーリーとは違いますね。これも動くのか？はあ、文字があるけど絶対こいつ起動するじゃん。もう俺には昆布残されてないというのに。動くかな？違うか？いけるか？よし。うわぁ、でも昆布ちぎれたのすげえショック。ギリャー、それはもう、どう、どうしたら、うん、燃えちゃう、赤い、ここだったらセーフでしょ。ほら、見ろ。あー、怖っ。無理だよ。ちょっと、煽ってみようかな。ういー。いるぜ、俺はここに。なんだ、もう終わりか。つまらん戦いだった。さてと、あー、それでもやっぱ文字が一個ないですね。さあ、ここで白米の秘密が明かされるのか。同じ方を見ている。これが先割れ山だ。わかったか、赤飯。はい、白米先輩。ああ、まあ何かやっぱり道しるべ的な存在なんでしょうね、白米先輩は。あ、すごい、白米先輩がいっぱい横たわってるの、ここの。おー、これは雲なのか。ってことはもう地上に出れるのかな。星？文字的な形してますけど。おうおお。あ、私だ。あ、真の像が光ってるみたいな。お、あいた、すごい。スパみたい。癒されそうですね、ここ。あの骨の目のやついたら怖いけど、ちょっと出汁パワーもだいぶ減っちゃってるからな。木綿が、でも木綿ショックだったな。
食われたの。これはもう地上って感じじゃないですね。さっき見たく深海っぽくもないけど、ああ、ここで上に行けんのか。だいぶ深く落ちたもんな。木綿パワーのない俺には進み方がわからんな。あっち光ってるから、やっぱ人は無意識に明るい方に行こうとする本能があるんでしょうね。ちょっと逆サイがどうなってるかわかんないですけど。あ、文字だな。ここ出しパワーを残してあった人はあれが取れるんだな。でも追い出しがどっかでできるかもしれないし。あ、これ壁画だ。壁画からパワーはもらえないのかな。お、赤飯の真の像が、あ、木綿が今蘇って、おっしゃい、おお、しかも今無限だしじゃん。今使ったけど減らなかったっすね。減りますね今は。でも、そんなの関係ねえ。よし、こうやってちょっとずつ上がってくんだな。文字がね。の、伸びてきた。失ってしまった。あぶー。木綿が。なんか見えるか。お、またこれは、壁画チャンスか。あ、上にもある？これ。関係ないか。あー、無駄だし。そして出汁を失った。やべえ。ここでもう一回さっきの発動しないかな。おお、追加の出汁です。だいぶ出汁が染み渡って、おお、これ無限タイムじゃないですか。うわ、クラゲ乗り大会。あー、無限出汁いいですね。ってことは、ああ、文字がどっかに隠されてたりするのか？これ触ったやつ？もう潜れないな、でも。あ、木綿。あ、切れた？あ、切れてないか。これは。ん？これ穴？大丈夫か。おお。この柱の裏にあんのかな。文字。あ、でもこれ落ちても出しパワーがみなぎってるから平気ってことですよね、多分。あ、でももう、そっか、これ触ったらいけないか。あー、出しがそうだ。追い出しされちゃうことを忘れてた。お、なんだ？なになに？いいやつ、悪いやつ？なんか、敵だな、どう見ても。裏になんかないのかな？え、どこ？ちょっと待って待って。どこだ？あ、味方か。なんだよ。あー、無限出したい。乗ってる乗ってる。おー！うー。どこかに、どこに行けばいいんだろう。あれに、ん、あれ、さっき来た、違う。あそこに行けばいいのかな。
よし、文字はもうちょっとわかんないですね。発動。あとちょっとでお鍋いっぱいの出汁が出来上がるな。おー、染み渡る。あー、文字。よし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 。おい、触ったな。よし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 。すごい。あの世みたい。行ったことないけど。これも解放しよう。わ、無限ジャンプいいな。あれ？これされてるやつか？変わんないもんな。壁が出てるもんな。おー。気持ちいい。次は？おお。おお。おお。すごい。中華料理屋さんのお鍋みたいですね。お鍋の世界ぐるぐるっと、あとこうちょっとずつやっぱ上がってますよね。だしを、だしじゃねえや、なんでだ、全部だしって言っちゃう。もう壁画を解放。これでまた追いガツを。よし。お、もうちょっとですね。ってことはどっかに漢字がないかな。うわ、気持ちいい。ほんとでも出汁に見えませんか、このうまみがあるような。あー、これもう触り損ねてるやつなのかな。じゃあ出汁が満ちるともうダメなやつか。漢字はあったのかな、どっかに。ん、あの、なんだあの光。あ、ただの照明か。じゃあ上昇しますか。おお、地上に帰ってきましたね。はいはいはい、ないよね、マジで。よし、あー、2個も取ってない。全然わかんない。集合。お座り。あ、しない。赤飯が出汁の中で何かを悟っている。おお。これはな、文明の記憶みたいなことなんですかね。白米の言葉。あれ、どんどんでかくなってない？おお、お、これ物語的には結構進んできた感じなんですかね。つながったのか、もしかして。あ、だんだん登って、あ、自分の姿ですね。赤飯の歴史、そしてあの怖かった深海みたいな場所に行き、出汁を経て地上に戻る、そして先割れ山へと続く。おお、なんだあれ、あ、あれ赤飯か。これがお前の辿ってきた道だ。今こそ先割れ山に登り、己を知る時だ。さあ行け、赤飯よ。僕は一体、もう山近い。そして雪？最初砂漠にいたのに。
多分あの山の山頂がゴールですよね。あそこで布切られなければ、だいぶ引きずる感じになってたかな。でもあれは一回は食べられるストーリーなのか。お、雪ですよね、やっぱね、これね。寒そう。裸足ですよ、全身タイツ。わあ、もう山頂が近いけど、だいぶ高いですね。おお、木綿が。あれ、落ちた。え、凍った？氷木綿を解き放つのか、今度は。おお。あ、一瞬だけ蘇るけど、また凍っちゃうんだ。見てて寒くなってきた。それだけ訴えてくるものがあるんでしょうね、視覚的に。あ、飛んでる木綿も姿が見えますな。あ、やべ。あー、木綿がいっちまっただ。これ歩くだけで失ってるぞ。力を。ほら、ほらほらほら。なるほど。そういうシステムね。これは？何これ？特に何も起きないですね。これ文字取って完全クリアって相当、あ、これで、なるほど。それを砂じゃない。吹雪を避けるんだ。やばい、やばい、やばい、凍る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 。吹雪が止んだ時に進んで、やばいな。タイミング間違えたな。分かんなかったから。これ一回ここに待機ですよね、多分。ここだったら平気なんだよね。なるほど。危ないね。もうだいぶ霜焼けてしまってる。よし。回復して、よしよしよし。で、ここに避けると。次は、あそこまで行けるか。あー、これでも、避けられてないの？あれ？もう失っちゃう。しょうがないよな、でも。だいぶ遠いな。これは左刻まなくていいだろう、次は。冷凍保存の昆布だし。まあそもそも乾燥してるから持つんでしょうけどね。え、これどんどん白くなってるか？限界が来るのかな？怖い怖い怖い。よし、あと1個。この吹雪の向こう側はどうなってるんだろうか。え、でも行ったとて、とてですよ。このあと吹っ飛ばされんじゃないの？怖い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 。よっしゃ、ゴー、ゴー、赤飯ゴー。これはここなのかな？いや、行くのかな？わかんない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 。もう吹かないのね。隙間風みたいなことね。これは特に解放も何もなさそうだな。文字も見当たらん。あ、ああ、呼んでる。大丈夫か。ああ、寒いな。ほら。ほら。よし。
おお、ありがとう。大丈夫かい？君は。もう一回おいで、ほら、おいで、よしよしよし。助け合えば進めるよ。なんで行っちゃうの、そっち。ん？ん？あ、この声は。どこ、どこ、どこ？どこに？こっちに文字あんじゃないの？こんな歩き回ってて平気なのかな？ほら、何回がありそうな。絶対本当は左行くべきでしたね、今のね。でもこんなに続いてる、ない？ただの間違いルート？でしたかね。これ今、あの下から来たんだ。なかったよ。じ。寒い中、この段差は答えますね。縛れるね。これでくるっと。よいしょ、よいしょ。よいしょ。今の絶対文字探しの人を嘲笑いルートですよね。すっごいなんかありそうだと思う。よいしょ。これは大丈夫か？いつか限界が来て凍ったりはしないのだろうか？足が重い。木綿の姿が見えない。あいつがいれば、あいつを温めてあげることもできるし、俺も元気を取り戻すんだけど。足が動かない。なんだあれ。光る。なんか光から力もらえるな。あったかい気がする。おお、解凍されたぞ。これは上になんかあんのか？おお、壁画でした。すごーい。この壁画もなんか意味あるのかな？わー、ここ最高。温泉じゃん、もう。頑張れ。こっからまた辛いけど。今のところずっと痛いよ。テラシートやった。ホラーゲームのセーブポイントみたいな安心感がある。ああ、また文字が消えていくよ。ああ、これせめて誰かが一緒だったらな。励まし合うこともできるっちゅうのに。そーら、よし。凍ったけど渡れるのか。よしよし。頑張れ。ほら。これ、まだか。割れ目はもっと上なのか。ああ、もうやばい。もうガッチガチ。風が強い。また、これちょっと待って。吹っ飛ばされちゃう。どうしよう。相当冷凍。すいません。なんかダジャレみたい。いる？上に。やばい。やばい。どうしよう。どうしよう。どうしよう。あっち行ったか。
これでもさっき柱に隠れたのにごといかれたから、これに隠れても意味ない説だけど、あれは多分私に攻撃してくるわけじゃないのよね。そうだよね、ギンってなんだよ。うわー、凍ってしまったけど、これは昆布か。おー、しないっすか、昆布。あー、でもダメだ、あんま回復しないわ。これが限界か。もうどうせ消えるから飛ぶか。あ、やばい、いる。これは、あ、やべ、やばい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 、や
全然元気なくなっちゃった。急に見つけやがって、あいつ何なんだよマジで。もうやだ、これやっぱ風吹いてたのね。風よけも復活してんの？風よけシステムが。吹いてるのか今。いつ吹いてて、いつ吹いてるのか分かんないの。あ、これ今吹いてるっぽいな。吹いてるね。さっきよりも間隔が広いけど。やんだか。あ、聞こえる声。あれは布か。でも、そろそろ吹雪でしょ？え、これ歌うと見つかるシステムある？あ、木綿。あ、吹っ飛ばされはしないのか。進行方向、今の手前の左な気がしたけど、こっちでも木綿の姿が見えたからな。さっき降ってきた木綿がもう、え、こっちで合ってんの？あ、木綿いるってことは合ってんのかな。おー、風が、うわ、やばい。そしてここにいてもダメ？あべ、出ちゃった。あー、嘘。もうないよ昆布。今その場にまだいれば平気だったんだ。やばい、もうこれじゃ出し取れないぐらいの短さ。あ、え、嘘、早く、ダメだよ、それは。そんなとこから急に来たら。これはもうダメかな。あ、もうギリまで削られたら、大丈夫というか、もうないのね。あ、でも全然、足細っ。もともとか。道もわかんないな。うわ、どっから来るかとか警戒できないもんな、もう。これ光るやつ？光らぬやつ。ただ登ってる感じはありますね。もうゼロじゃん、昆布。出しゼロ運動。あ、でも、なんか、雰囲気変わった。これもしや割れ目なのでは？おー、よいしょ。あ、びっくりした。あー、もう。あー、なんとかたどり着いた昆布たちが
一堂に会しようとしてる。回復。回復してもな。もう俺には昆布がないから飛ぶ力は戻らない。おお。おお。もう文字どころの騒ぎじゃなくなりましたけど。あ、でもこの昆布は長いから。あ、でもダメか。俺に昆布パワーをくれはしなかった。道どこ？あ、お？あ、昆布力を使わねばいけぬのか。こ、おら、俺もよし、ノー昆布だけど、ここまでは来れる。こうやってみんな修行してるみたいですね。なんかダメですね。完全に昆布だもんな。修験者たちが聖地にこうやって集まってくんだ。お米の、あ、この人すごいな。こんなに昆布を残して、あ、今あの方がいたから僕は飛べたの？そういうことなのか、どうなのか。あとちょっと。おー、ゴールじゃなかった。危ない。仲間がいる安心感。うわ、なんか今うっすら会話しました。これはもう次何を、ここに引っかかりたーいけど引っかからなかったけど、あー、そんな戻されんの。よし頑張れ。あ、なんだ光った。ここだろ次のポイントは。あの人ー、頑張れ。これ階段の途中にいればいいのか。それかここはもう一気に行けるのか。ダメでーす。これは階段の途中で一回ステイじゃないかな。やっ、ん？あの人止まれてるな。ここ柵ないじゃん。フェイントじゃん。ここで、ああ、ああ、ああ、あの人、あの人大丈夫？もうでも俺に助ける力はないんだ。ごめん、俺は飛べもしない。ただの赤飯野郎だ。もて遊びやがって。お前、俺を見てやがるな。だけどな、もうお前に食わすものは俺には何もない。あ、食いたきゃ、もっとうまいもん食ってやがれ。これでどこまで行きゃいいんだよ。なんか後ろからもずっと光が迫ってきてんだよ。なあ、もう別にスティックを押し倒す力は変わらないはずなのに、すっげえ疲れる。力が入る。
でもこの柱に従っていけばいいんだよな、多分。すげえ風。どこ？とりあえず白米先輩が見せてくれたあの景色、あの先割れを目指してあれを道しるべに、とにかく俺は進めばいいはずだ。あの一緒に歩んだ最後仲間のようなあいつ、あの人、今大丈夫かな、どこにいるのかな。もうサルエルパンツ見たくなってる。頑張れ。もしかして赤飯はこうやって白米になっていくのか。気づけば白いじゃないか。うわー、もうヨレヨレ。あー、ダメだ、ホワイトアウトしちゃう。音も聞こえなくなってきて。もう登ってるのか止まってるのか下ってるのかすらわからなくなってきて、もう少しで頂上なのか、これは。あ、動かない、もうダメだ。ゲームオーバー。いや、これはどんなに昆布あっても無理だから、こういうストーリーだよな、多分。俺の視界全部がお米になったということが、ああ見えた。倒れてる。あ、あなたたちはもしや、お米たち。艶がすごい。お米の妖精たちも見えてきた。俺はまだこの世に残っていていいというのか。ああ、俺の中の昆布が、ああ、出汁が出る。うわ。おー動かせる。うわ、やばい、いる。なんだ、いあいつの黒いやつ。あー、いや、焦げ魚め。うわー、どう何か太鼓でも行ったんじゃないですか。おー、トンネルを抜けるとその向こうは、すごい地上ですよ、皆さん。まあ、ずっと地上ですけども、雲の先、うわー気持ちいい。おお、なんだこの光のゲート、もう文字とかあんのかな、まだ。おお、無限に飛べる。あ、違う、無限じゃないけど、きっと回復するんでしょう。みんながいる。おお、すげえ。うわー、いや、これは先割れの向こう側？まだ先割れには来てないのか。これ登った先に何かあるのか。よいし
すげえ。進んでる進んでる。おお、命を感じますね。なんか、あ、すごい世界に来てしまった。ここはすごい。おお、うう、飛べる飛べる、俺は飛べるんだ。あ、俺は白米じゃない。ちゃんと一つの意志を持った赤飯なんだ。うわあ、うーわー、うわ、うー、すごい、もうすぐこれ頂上近いんじゃないか。おお、来た。うおー、白米を超えた金米に俺はなる。割れ目にたどり着く。おお、あ、別の人。うわ、これがゴールか。感動ですね。歌ってる、俺も歌おう。喋ってる。ここまでみんな来たんだね。あの、何もわからなかった砂漠スタートで。ついに目的地に到達。わあ、すごいゲームだなこれ。この向こうには何があるんだ。気になるな。さっきあの一番辛い時に会った人どうなったかな。もしかしたらこの人かもしれないし、そうじゃないかもしれないけど、いつ誰に何が起こるかなんてわからないからな。ここに来れた喜びと感謝をちゃんと感じておかねば。なんかこの二人が主人公見たくなっちゃったけど、最後たまたま会っただけだったんですけどね。うわぁ、消えゆくまで。おぉ、へぇ、コントローラーが少し震えた。ずっとね、序盤からあったこの柱は一体何なのか。そこまで来たよっていう証なのかな。あ、旅の途中で見えたあの登っていく彗星みたいなやつ、あれに自分がなったのか。ってことはあの時見たのは
あの瞬間にクリアした誰かだったのかな。 Thank you for playing 風の旅人ということで、これエンディングですかね。いやー、驚くべきことにほぼ2時間っていう、すごいですね。その2時間の中で本当に旅をしたかのような、いろんな景色ありましたし、ドラマもね、あ、これだしの鍋の麺、なんかすごいゲームですね。出会いと別れ、旅立ち、これ今遡ってるのかな、自分の旅路を。あー、ここ初めて魚に襲われたとこですね。いい昆布だし出てて魚を泳いでたら、人からしたらね、白米もあるし最高なんですけど、これはもうだって深海ですよ。めちゃくちゃ鍋食べたい。いやー、途中であの魚にピシューって、まあ自分もね昆布いかれちゃってますけども、一斉にこう光と化してしまった昆布ファミリーたちがすごく辛かったですね。で、最後にドラマというかね、あの吹雪を耐えて進む道、僕がね途中追いつかれて、まあだいぶ昆布残ってる人ですから多分上手い方なんでしょうけど、こうねちょっと道しるべのように先、何歩か先を進んでくれて、なんかこう精神的に励まされつつ、励まし合いつつ進んでましたけどね、おそらくこう僕より先輩で上手い方でしょうけど、ああいうね、あのヘロヘロ昆布のところ、あれはもう運なのかちょっとした位置取りなのか分かんないですけど、あそこでねこう下に行ったのはどこら辺で止まったのかっていうのもちょっと気になるし、もしかしたら最後にゴールした人がその雪山のあの人だったかもしれないし、またもしかしたら一番最初に出会ったね、あの飛び方を教えてくれた人かもしれないし、途中砂漠にうずくまってた人もいましたからね、ちょっと誰なのかは分からないですけど、まああれも込みで旅であり生きてるってことなんですかね。もう勝手な解釈ですよ、このこういう体感ゲームは。この光はね多分自分のはずですから。あ、ついに落ちるか。これでやっぱりあの柱、道しるべみたいなのになるのかな。あ、だって昆布みたいのついてる人とついてない人いるもんな。あ、そういうことじゃないか。だから僕は昆布なしの柱になったのかな、もしかして。これ最初のゲーム画面と同じですよね多分ね。それが夜というか朝焼けみたいな状況なんでしょうか。で、このクリエイターさんのお名前の横にあるのがやっぱり文字なのかな、なんかあのマークは。あ、これ終わってるのか。お、そして日が昇る。帰ってきましたね。あ、そして新しい旅路へと。
ってことはもしかしたら最初に出会った人はやっぱ何周目かの人なんですかね。あの段階であの昆布の長さって可能なのかな。これ始めるとどうなるんだろう。お座りしてますね。いやー、それぞれ人によっていろんな感じ方がありそうなゲームですね。さっきの旅を経てまた成長した自分がまた新たな旅に向かうわけですよ。物事にはね、ゴールは一つじゃないんでしょうしね。同じ目標があっても違うルートがあると。そしてあの文字もそうですけど、クリアしたと思っててもまだこう得られてないものもあるということで、全部漢字あの文字を集めてクリアしたらするのはすごい難しいんでしょうね。あ、皆さんクリアおめでとうございます。ありがとうございます。うーわー、ほんと旅をしてる、旅の時に朝日を見て感じるような感動がありますね。うわあ、いやー、本当に冒頭にも言いましたけどね、このゲーム制作会社さんのザッツゲームカンパニーさんのゲーム素敵ですね。フラーリーに続いてこの風の旅人プレイしてみました。他にもね、まだゲームあるようなので、タイミングを見つけてやってみたいな。ね、スカイ星を紡ぐ子供たちっていうゲームが一番きっと新しくて、それはスマホゲームなんですよね。で、常にこう新しいイベントとかも配信され続けているようですね。できるかな、これプレイされてる方とかいらっしゃるんですかね。あ、でもゲーム出されてますねって言ってる方が、あ、そっかそっか、スカイコンシューマーでもね今度出るみたいですね。いやー、スマホでもいいし、じゃあまあ6月ということなんでもうすぐなんでね、やろうかな、まあ、きっとそれはフラーリーとかこの風の旅人みたく一回のプレイで一周っていう感じよりもきっと、まあ、ずっと旅を続けるゲームなんでしょうけど、やってみようかな。物語を始めた時には感じてなかったこの柱へのなんか思いがありますね。昆布あり昆布なしもそうだし、みんな旅をしてここに戻ってきたのかもしれないし、はあ、なんかね、途中ピンチがありつつ無事に最後まで旅を終えることができてよかったです。いや、皆さんもね、またクラーリーと一緒でご自身でプレイされるとまた違う感覚があるかもしれないので、ぜひ気になった方はやってみてください。最後までね、応援してくださって、一緒に旅してくださってありがとうございました。またね、こういうゲームプレイしたいと思います。もっとこのシリーズ出してほしい。第一版も海版も空版も出してほしい。いや、皆さん、ちょうど2時間ですね。長らくご覧いただきましてありがとうございます。またカジダムでお会いしましょう。というわけで、本日は風の旅人をプレイさせていただきました。ありがとうございました。バイバイ。